はい、今日はね、ロリータメイク、ロリーメイクやっていきますわね。もうちょっとやってるのよ、今日先生。ね、久しぶりね、ほんとね。そうね、そうね、そうね、そう。まず、眉毛のここの部分ね、塗ってるのね、今ね、そう、塗ってるのよ。そう、そうよ。ここが大事なのよ、ほんと。ロリータメイクはきっとね。そうよ。私だってそう言ってるよ。任せなさいよ、ほんとに。私も任せたらすごいわよ、ほんと。何でもできちゃうわ、ほんとに。そう。この色が大事なの、結局は。今回のメイクはね。そう。そうよ、そうよ、そうよ、ほんとに。この子は、あれね、美しいわね、ほんとに。いい子ね、ほんと。そうよ。そういうもんよ。そう。そういうもん。こうやって。綺麗なの。ね、鮮やかに。色合いもちゃんと考えるのよ。ね、こうやってね。この子に合う色がね。そう、それが大事なのよ、結局は。結局はそうなのね。そう。そしたら、ここのまつげも少し直します。そうね、そうね、そうね、そうね。そうね、そうね、そうね。さっき一生懸命私ね、ここの子にね、まつげつけたの。そのね。いろいろ大変だったわ、この子は、本当に。ロリータ、ロリータと、ロリメイクと、わがままね、そういう冗談よ。そういう冗談も必要なのよ、時にはね。そういう冗談。あ、でもこれ、こうのいいかしらね。なんとなくよね。まあ、そこら辺は難しいんだよ、ここはね、本当ね。その雰囲気がね、要は。そうよ。そう。そしたらね、先生のね、得意なね、あれよ。ラメよ、ラメ。ラメよ。ラメよ、ラメよ。そう。そうよ。ラメを塗るのよ、ラメを。そしたら、そうね、そうね、そうね。まあ、先生、ラメの色決めてないのよ。ほんとごめんなさいな、ほんと先生は。まだ決めてないのよ。あ、これね、これで、そうね、このいくとでいくと、そうね、そうね、ダメと言ったらあれよね、やっぱね、その、明るい感じよね、どうしようかしらね、ちょっとここら辺はカットかしらね、なんとなくでも、ひらめいては来たわ、私はね、そのね、色ね、色というもの、大事なの、結局。ね。本当に。この子に合う色ね。この子の肌に合う色よね。そう。そうよ、そうよ、そうよ。それは本当に大事なの。結局は。結局はそうなの。この色ね。そう。1個目はこの色。そして2個目はこちらかしらね。あとはどういう形がいいかはよね。そこ。大事な、本当に。そこが大事なの、本当に。その、ね、どういう形がいいかが大事になってくるんだね。そのね、本当よ。形が大事なの、結局こういうの、今回はね。そのね、どういうのでいくかっていう。あれよ。一応ね、そのね、あれね、あ、再起動？あ、再起動、ちょっと待ってほしいわ。そうね、ちょっといろいろ考えてんのよ。その、あれが。ね。そうよ。そうよ。あれ。あ、やってるわね。そうね。蝶々みたいなイメージがいいかしらね。蝶々。蝶々ね。そうね。先生、今蝶々ってひらめいちゃったから。蝶々よ。そしたらもうちょっと。一色欲しいよね、と。そうしたらどうしようかしらね。何色にしようかしらね。ちょっと考えてるわ、先生。その、難しいわ。ほんと、これは。今回は。難しいわ。ほんと、蝶々が。蝶々よ、蝶々。そしたらこれね。もう一色はこれね、きっと。おっとっと。何何何いいのいい
ね、私もね、こう苦手なものになるとね、苦手なのよね、本当にこういう、その、あれよ。そういうの、久しぶりね、本当ね。何日ぶりかしらね、先生ね、来たのね、本当。そう。あれ？この色、あ、いいわ、いいわ、これ。この3色よね、4色でいきましょうかね。そうね。そしたらね、のはいいかしらね。6番が、6番が何かしらこれ。あ、影ね。じゃあ10番の上よ、今回。ね、10番の上。そしたらね、持っていきまーす。蝶々よ。蝶々の形よ。重要なの。蝶々の形よ。蝶々の形が重要なの。ちょっと薄いわね。ちょっと薄いわね。でもいいの、それで。それでいいの。先生はもう決まってんの。本当に先生は決まってんのね。大丈夫よ。信じなさい。私は。本当に。信じないとダメよ。こういうの。直感が大事なの。直感が大事なの。こういうのね。そういうもんよ。直感が大事。ね、直感が大事よ、こういうの、本当。私は誰だと思って、本当、カリスマよ、本当、メイクの、私はね、そうよ、そうよ、本当へ、なめちゃいけませんよ、私は、本当。そしたら、そうね、これもちょっと使いましょうかね。なんとなくよ。だからこれがその14なのよね。で、これも14に合わせればいいの。その、あれを。ね。それで大丈夫よ。それで大丈夫よ。本当に成功するよ。今回必ず。成功させるわ。わた。本当よ。本当よ。私は成功させるわ。必ず。あ、こっちの方がいいわね。こっちの方がいいわね。こういうのは勢いがないもんな、結局。ね。こういうの。一緒ね、これとこれ。一緒ね、結局は。まあいいわ。それはそれで。いいの。そういうもん。別に。ね。ね。そういうもんなのよ、と。いう感じで。蝶々よ、蝶々。蝶々、キティちゃんがいいかしら？いや、キティちゃんはダメよ。キティちゃんはダメよ。いろいろうるさいのよ、問題が。ね。いろいろあるのよ。ね。キティちゃんはね。その、ね。大人の事情があるのよね。ほんとね。うん。そうなのよ。大変よ、こう、お仕事。ね。ほんと、ほんとよ。本当に大変よ。あれ？なんで？なんで乗れないのかしら。あ、またこれね、本当。よくあるな、これね。本当に。本当そうね。ゆっくり。そう。私今何色塗ってんのかしら。そこら辺がわかんないからね。こんな時間やからね。そう。そう。そう。まあ、こんな感じかしらね。まああれよ。その、うまく修正するのよ。こういうのをね。わかったかしら？いいかしら？任せなさい。私に。必ず、あなたを美しく幸せを。本当に。いいのよ。こういうの。勢いが大事なのよ。ねえ。ねえ。あ、ほんとよ。ほんとよ。せかされんのよね。ほんとね、こういう仕事してると。ほんと。まあ、しょうがないわね、それはね。うん、しょうがないわ、それは。そりゃね。あるのよね。そのね。うん。あるのよ、こういう
仕事してると、やっぱりそのね、女優さんのその、あれよね、その時間よね。うん。そう。で、これで蝶々に見えたかしらね。蝶々かしら、これ。え？蝶々っぽいかしら？ハート？いや、蝶々じゃないわね、これね。蝶々じゃないわね、これね。どう考えて。まあ、いいの。いいの、それは。いいの。それはいいの。あとで修正するのよ、こういうもの。ね？ほんと。せかさない。私をね。せかしたらダメよ。せかしたらダメよ。そう、ね、そう、なんか間違えてないかしら、ね、うん、間違えてないわよ。そう、ね、そう、ね、そうね。ここが難しいな、ほんとに。そうしたらね、鮮やかにしたいのよね。やっぱり私は。そのね、今回はね。まあ、これでいいんじゃないかしらね。で、そして、修正するの。あ、ちょっと、修正するの。なんとなくいいよ。なんとなくでいいの、この。結局、ラメは。ね。なんとなくでいいのよ。あ、ここは。あれね。合ってないわね。合ってないわ。ここがいけないわ。うん。先生のミスよ。ここは先生のミスよ。しょうがないわ。しょうがないわ。あと、ここも合ってないわね。ここも合ってないわ。困ってないわな。そうするとあれね、あ、まあ、ここも合ってないわね。うん、ここも合ってないわ、ここ。おかしいわ、ここ。難しいわね、ほんとね、これね。ほんとに。青は使ってるわと。色が足んないのよ、今回。あ、これね、これよ、これ。色が足んないのよ、今回、ほんとに。ミスよ、今日。そのスタッフも。ほんと。ここのスタッフ。やる気ないから。そうよ。ミスよ、これは。スタッフのミスよ。まあ、しょうがないわね。そしたらピンクが足んなくなるんだよね。ピンクが足んなくなるんだよね。ほんとね。まあでも、いいのよ、これ。結局。いい。もっと。どうしようかしらね、これね。この色かしらね。なんとなく。なんとなくもっと。なんとなくは大事なの、この色ね。結局ね。そう。いいの、それは。ね。それでいいの、結局。ラムが。その、均一じゃないのね。大きさとか、ね。うん。それをうまく表現できればいいんだね。先生はそう思ってるわ。ね。と私は思ってるわね。どうかしらと。どうかしら。どれどれ。あ、いいんじゃないかしら。私はそう思うわ。私はね。うん。もうちょっと塗ってあげるのってね、これね。難しいわね。大きさもね。難しいわ、これ。そしたらあれね、やっぱり、直しましょう、少しね。そのね、大きさね。そういうのが大事、これは。本当に。鍋に関しては。大きさが大事。その、なんていうかね。難しい。これは、本当に。カリスマでも苦戦するんだよ、ラーメンは。本当に。本当や。そういうもんよ。
しようよと。これ、これ、ここにいるのよ。いるのよ、ミネコ。おい、何しようなの。ピンクあんまりね。来てかかんねえ、ここで。そしたらこっちもちょっとだけ増やそう。なんとなくよ。なんとなくよ。したらここはピンクね。なんとなくよ。それでいい？あ、ここはダメ。ピンクとピンクかぶっちゃうわ。そう。こうでいいの。こうでね。そう。ね。したらちょっとこちらはもう。そうね。いいわ、これで。で、難しいわね、ここはね。ほんとね。その、元がいいのよ、結局は。この子に関してはね。その、あれなの。あれなの。それがキーなんだよね。ここも難しいわね、ほんとね。もうちょっと明るくてもいいような感じもするよね。ほんとに。明るさはいらないわ。なんか明るくてもいいような感じもするよね。いやー、難しいわ、この子はほんと。ほんとに。この子は難しいわ。私はね。そう思うわ。ほんとに。ちょっとで鮮やかにもう一回してみますという感じで、これはね、うん、そうね、そうね、そうね、150ぐらいでいいかしらね。あ、まあいいわ。そしたらね、ここにね、あれを入れます。そのあれよ、あれよ、ハイライトっていうのかしら、うん、ね。そういうのが大事になってくるんだよ、こういうのね。ハイライトは何色がいいかしらね。何色がいいの、このハイライトに書いてね。何色がいいの、うん、それっぽい色があれば。長い動画勘弁してくださいよ、ほんとに。ダメよ、ほんと。ないわね、今回。ね。白系か。ないわね。どうしてくれんのよと。うん、じゃあこれでいいわ。いいわ、いいわ。これでいいわ。いいわ、いいわ。ほんと。いいわ。これでいいわ。これでいいわ。なんとなくよ。なんとなくよ。うん。で、これを少し白くします。160ね。いいの。そう決めたの、私は。これで、ね。これで決めたの。わしは。ダメよ、出てきちゃう。あの人。あき。そうよ。そしたら、光ってる感じをイメージする。全部。ね。こうやって。こうよ。こうよ。あ、いいわ。待って。もっと白くするわ。いや、違うわ。黄色の白い。なんとなくよ。これよ。これよ。これよ。重要なのはこれよ。この2色よ、今回。もうちょっとこうでもいいわ。こうでもいいわ。ちょっと。先生はあれやっけ。忙しいの。そうね。あ、そしたらもうめんどくさいわ、これ。その、必殺技するわ、先生。先生の必殺技するわよ。先生の必殺技見てなさい。そうよ。ん？濡れてんの、これ。濡れてるわね、ちょっとね。必殺技よ、これ。
先生、その、あれや。普段あんま見せないわ、こういう技は。見せないわよ。必殺技、ほんと。必殺技、これが、先生の新しい。いや、違う、ここはあれや。そう、こんな感じ。うん。いや、こっちは基本がいいわね。いいのよ、そういうのが大事なら、勢いよ、頑張る。ひらめいたら やるのよ。試すんだよ。わかったかしら、ほんと。ひらめいたらやるのよ。そうよ。で、わかりづらいけど、いいの。ね、それがアートっていうものだよ。これがね、これが真のアートよ。これが真のアート。そしてこれを色変えるのもあり、その色合いね。どうかしらね。まあ、この鮮やかすぎるの微妙なのよ、これ。そこの調整が難しいからね、先生はね。そうなのね。ひらめきよ、こんなん、結局。結局はそういうもんよ。ほんとに。これが明るくなった感じね。うん。だから、そうね、そうね。これも、こんぐらいでいいんじゃないですかね。なんとなくよ。ね。そうすればほら、あらーって感じするわね。で、ここでフェザーとかするとどうなるんですか？あ、フェザーはダメだよ、これね。ほんとに。で、ちょっとだけ薄くするの、これ。ちょっとだけ。ちょっとだけ。これはね、難しいの、今回は。その、失敗は嫌なの、私は。ね、これ。これは嫌なんですけど、そう、こういう感じ。ね、光ってますからね。もうちょっと明るくていい。いいかもしんないわね、これね。本当に。なんとなくよ。シルバーが全然目立ってないわね、これね。まあいいわ。そう。いいわ、結局は。結局はいいわ。難しいな、これ。ね、こういう感じね。うん、大丈夫かしら。不安よ、私は。半分不安よ、ちょっと。不安、まあ、そういうもんよ。で、こうなりましたと。そしたら、ここに、あれかしらね。フェザー1ぐらい、書くときましょうかね。なんとなく。よ。なんとなくね。うん。ちょっと私、ああ、いいわ。これでいいわ、今回。うん。そう。そうよ。そう。そしたら一回終わりだ。そしたらですね、次はね、唇の色ね、ここが大事になってくる。今回のメイク。で、ちょっとこの子ね、整形させたわ。うん。整形させたの、唇ちょっと。やっぱりその、私って結構、こだわるのよね。うん。そうなっちゃうと、やっぱりモデルさんに整形してもらわないと、ね、いけなくなるのよ。うん、怖い女だから。私って怖いわよ、ほんとに。で、ほんと。私のモデル、その、ね、メイクされたんだと。あれ、整形もあるよ。ほんとに。しょうがない。それが芸能界よ。いいかしら？そうね。まあ、こうなりましたよ。感じのね。うん。そうね。でも、いいと思うわね。
と思うわ。あと、眉毛はね、ここがね、多分問題だね。そこは、そう思ってんだよ。そう。ちょっと、先生、いろいろね、考えるわ。ね。まつげに関してはね、その、色味にもあるよね。うん、ちょっとね、まあ、考えてるよね。考えてるんだ。この子はどう美しくないかっていうのをね、ちょっと考えながらやっていきますね。そうね、そしたらあれね、これ前髪伸ばすのもいいね、この子。なんとなくよ。それもありわ。うん。ありね。ありよ。ありね。ありよ、ほんと。こう、隠せば綺麗になるわ、この人。なると思う。素材が、いいもの。ほんと。と思うわね。うん。そうよ。絶対そうよ。わかったわ。呼ぶわ。その、あれを、その、あの人を。呼ぶわ、今日。呼ぶわ、ちょっと。呼ぶわよ。ほんとに。いいかしら。あ、何よ、ちょっと。何やったかしら、私。大丈夫かしら。呼ぶわけ、ちょっと。その人。いるの？私の知り合いに。そういう、プロがいるのはね、前髪の、前髪って。そうね。いるのよね。ちょっと、呼んでみるわ。呼んでみるわ。そうですね。この前髪もこういう感じで、そうね。どうでしょうかね。簡単ですよ。うん、きっと。試しですね。いや、ちょっと待って、これはやめよう。そうね。そう、こうや、こうや。こうや。こういうの。こういう感じ。試すの。これはね。試すの。それが大事なの。大事なの、そういうの。そういうのが大事なの。本当に。うん、そうね。そういうのを、芸能界って、メイク。髪も用意しないよね。これいいわよ。どうかしら。なんか違うわね。惜しいわね、でもね。惜しいとこ来てるわ。ね。だからそう。やっときますよ。後で。ね。そうよ。やったわよ。私、髪の毛、やってもらったの。くっつけてもらったのはね。そうね。メッシュよ。そして、バラと、アロエね。アロエよ。これは。そして、ロリータ服よ、これは。で、ちょっとチャイナ風ね。そう。そうよ。やったのよ。もう、私満足いかないと。もう、すごいなよ。もう、タトゥーまで入れちゃったわ。私は。モデルの子に。ほんとよ。うん。でもその子もともとタトゥー入ってたの。うん。サンフランシスコの子ね。サンフランシスコの女の子よ。
感じよ、感じ。感じよ。卑猥な言葉が入ってたな、本当に。そうよ。だからその卑猥な言葉の上を消したわ。消したっていうか変えたわ。花に変えてもらったわ。私がやったわけじゃないわよ、別に。私がやったわけじゃないの。そうね。そうそうそう、そういう感じ。ね。そしたらもう完成よ、この子はほとんど。あとは最後にアイコンタクト入れんのね。そう。アイコンタクト。アイコンよ。アイコンよ。うん。アイコンはどこですかという感じね。16かしら。あ、違うわね。あれ、どこかしら。アイコンタクト。あ、ここかしらね。あ、そうね、そうね、そうね。そう。そう。太陽みたいな感じね。このアイコンは。そうよ。そんなもんよ。そんなもんよ、先生は。ね。フェザーいらないわ、これ。本当に。そう思うわ。うん。そう。いいのよ。太陽よ、この子。太陽よ。うん、太陽よ、この子。太陽のアイコンよ。太陽のアイコンよ、この子。そうよ、そう。それでいいのよ。ぶっちゃけ。あとはそうね、これ明るくするかよね。ここが大事なのよ。キモのそれが。でも私はこれでいいと思ってんのよね。なんとなくね。うん。どうかしら。どうかしら、私のメイク。ね。いいわね。そうよ。キーはね、この、おっとっと。これね。まあでも、まあ普通よね。きっと。うん。まあこれがすっぴんね。男っぽい子ね。そう。いや、そういうわけじゃないけどね、別にね。うん。もう、整形もしたわ、唇。大丈夫よ、この子は。そうよ。生まれ変わったの、ロリータ。笑いなさい、あなた。いっぱい笑いなさい、一人の時でもいいの。作り笑いはいらないわ。そう。笑えばいいな、あなたは。そんだけよ。うん。いいのよ、そんな作り笑いなんて。一人の時にいっぱい笑いなさい。そういうのよ。笑顔は大切よ。女の子。笑いなさい、いっぱい。かわいいわね、この子ね。ほんとね。いいわね。いいわ、ほんと。私は好きよ、この子。私は好きよ、結構。そう。なんていうか。ね。よろしくって感じよね、感じでね。掘るかしら、たとえ。え？掘っちゃうかしら？いや、それはダメよ。ダメよ、ダメよ、この子。ほんと。ダメよ。ダメよ。掘りたいわね。掘りたくなってきたわ、なんか。私、掘ってみたいな、一回、その、なんていうかね。うん。冗談よ、冗談よ。興味ないわ、私はタトゥーなんて、ほんと。興味ないわ、私は。興味ないわよ、ほんと。そうか。当たり前じゃない。いらないわ、私は。そう。そしたら、ちょっと直すわ。ね。気になった部分直すことが大切よ、こういうのもね。まあでもいいと思うわ、この子。全然綺麗よ。本当に。ねえ。いいと思うこの、そうよ。チャイナ風よ、この子は。チャイナ風ロリータよ。チャイナ風は結構難しかったから諦めたの。まあ、ここら辺がそうよね。チャイナ風よね。要はね。そうよ。ここの襟の部分よ。そうよ。私はあれよ。メイク専門よ。スタイリストではないからね。そうよ。ほんとに。いいわね。できたわ。ほんと。よかったわね。あなたね。トーマスが出てきちゃダメよ。ほんと。トーマスが出てこなくていいのよ。というわけで、そうね。今回はロリータメイクね。完成いたしましたと。はい、それじゃご視聴ありがとうございました。